はい今回は岸田が年内解散を見送った件と明日は今日より良くなりますという違和感しかない件こちらを考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、リスナー様もですねこの岸田のなんか謎の発言ですねポエムのような、えー、こ,れこちらの発言に違和感を持った方いらっしゃると思うんですがまあ、ニュースになっていたあ内容があるんですねで、そちらをまあ考えて でえー、まあ何がい,いろんなところに違和感があるのかということをお伝えしていきますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まずですね。岸田はですね。年内の衆院解散を見送るというまことで、えー、まあ。岸田は来年のまあ、自民党総裁選でえー、まあ、再びえー、まあ、内閣総理大臣を。まあ狙っているということなんですが。 岸田の内閣支持率が今です、ね、まあ、20%台とか、まあ、実際はそんなにないと思うんですよ、1%から5%ぐらいなんじゃないかと思うんですが、内閣支持率が回復しないということで、まあ、解散も難しい今、状況にあるということなんですね。で、まず、ここからおかしなことを言ってるんですが。 岸田はですね経済回復が一番の狙いというんですが、全然その言ってることとやってることがまあおかしいわけですよ。うん、で、えーまあ、そのことはあまあこの後でも考えていきますが、要するに経済を回復させるためには、あの消費税の廃廃止止が必要なわけですよ消消費税廃止、えー、消費税税の減税ね、それをせずして経済など回復するわけがないんですが、法人税を下げたりとかね、所得税を1年間で4万円下げるとか、全く経済効果のないことをしている。 で、えー、まあ、岸田がですねこの経済回復一番の願いと言ったことに対して自民党の人間たちが、えー、まあ年内解散を見送るっていうまあことということなんですね、でそのまあ根拠としてはあ、2023年の補正予算案の成立ということで、えー、岸田が臨時国会でまあせ成立させたいと言ってるんですが、あの予算を組んでも意味がないですよね、使い方が悪すぎて。で 消費税を廃止、えー、減税できるんですよ、昨年の予算もありますし、えー、まあ今回、まあその国会で予算組んだ多分30兆円ぐらいあれば、えー、1年間消費税廃止できるんですが、そうすることによって、日本国民の消費も良くなるし、えー、中小企業の倒産も防げるんですが、それはしないんですね。だから、あーこののなんかその予算補正予算がどうのこうのって言ってますが、全く意味のまたないことをしようとしていると、まあ、そのように、えー、思うということです。でえー 岸田があの、まあ、増税メガネとか言われるようになって、まあ、減税のです、ね、イメージをまあ狙って所得税減税っていうことを言ったのかもしれないなんだか知りませんけどしかし所得税減税したところで全く意味がない。 1>, 1年間で4万円の所得税が下がる、まあ、月にし3000円ぐらい下がったところで、経済効果もなければ国民生活が良くなることは全くないし、この減税ですよね、まあ、所得税減税ですが、この減税といったのは、単純にもう選挙目当て、そういうことが国民にもばれてるわけですよ。 で岸田がまあ20%台のまあ危険水域と言われていますが、実際はそんなないと思います、5%、10%もない,ないんじゃないかと思うんですが、で岸田はとにかく解散しようと、まあ、そういったことを思ってるんでしょうけど、えーまあ、政務三役の、まあ、問題からの、まあ、辞任ということで、その解散どころではなくなったとっいうことがまあ言われているわけですね。でまたここでであるんですが <laughs> まあ、2024年の予算案、まあ、税制、えーまあ、改正、えー、関連法案とかっていうことでそれを2023年の年末までに成立させて2024年の6月から。 減税を実施する方針っていうこの減税っていうのが所得税減税なわけですよ。全く無意味なんですね。うん、で、この、えー、まあ <coughs> 解散とかっていうことになるとおまあこの2023年の年内で、えー、まあそ,のそ,そういった予算かなあそういったことが難しくなるから、えー、なんと解散は2024年の春以降っていうことなんですね。つまりそ2024年の春までは岸田がいるっていうことなんですよ。この間にまま、えー、またね、えーまあ国民が望まない増税とか とかあるいは全然話題に出てきませんが会見とかそういったことをしようとしている、えー、可能性が非常に高いわけですね。で、えーまあ、国民の支持率っていうのも、ね、低下してるともありますが、まあ、本当に頑張って、えー、野党が追及してくれれば、えーね、岸田の退陣、まあ、もそうですし自民党政権をひっくり返せることは、まあ、で,きできるとは思うんですが、うんまあ、ど,うどうなることやらっていう、まあ、そういったことが書かれているニュースです。 で <laughs> 自民党としては、ですね岸田を退陣させて、えー、な別の人間を立ってなんとか自民党政権をまあ、維持しようとしてる、まあ、そのようなことが考えられるというようなことでしかないんですね。で国民としてはあ何かっていうと、えー、岸田が変わっても自民党政権が続いたら、今までと何も変わらないんで、そこに気をつけないといけないわけですよ。で自民党ののままあえー、内部の話,話では <laughs>、まあ 岸田を早めに退陣させてで、それで他の人間を立てるんじゃないかって、まあ、そんなことが、まあ、ニュースに書かれて、えー、ありますということで、とにかく、まあ、僕もリスナーさんもそうですが、まあ、日本国民としては、えー、岸田のまず退陣を、まあ、願う、そしてその後、ですね自民党政権の交代を願うということなんですよ。で、今回のですね、えーまあ、話のもう一つにある、えー、明日は今日より良くなりますっていう、まあ、この岸田の謎の発言ですね、このポエムのような、なんだか意味のわからないことを言って。 で明日は今日より良くなりますっていう根拠がどこにもないんですよ、岸田、自民党が政権を維持し続ける限り。先ほど、えーまあ、増税メガネっていうこと、あるいはですね、えー、まあその減税嘘メ眼鏡とかっていうのも言われてますが、えー、減税をするって言っても、その減税が何が必要かって言ったら、消費税の減税が一番必要であり、一番国民がそれを望んでるわけですよ。 日本国民の40%って言いますが、多分半数以上が消費税をなくしてもらいたいと思ってると思うんですよ。僕もそうですし、リスナーさんもそうだと思うんですね。ただし、その消費税の減税はしない、所得税を下げて、まあ、選挙対策、ポーズをしている、自分の支持率をどうにか回復しようとしている、そうとしか思えないで、消費税を廃止しない限り、日本国民の生活、日本国内の経済が良くなるはずがないんですね。で、岸田っていうのは他にもデタラメを言っておりまして、 令和の所得倍増とかっていうのを言ったことがあるんですが、今、実際どうなってるのかっていうと、国民の所得がですね手取りが18ヶ月連続下がってるんで、全くそうなってないわけですよ。うん、で、えー、むしろですね岸田はいつの間にか話をすり替えて、令和の所得倍増とかって言ったんですが、ある時から急に国民に投資を促進するようになってるんで、意味がわからないじゃないですか。 まあ僕はその投資するねお金もないですし実際日本国民はそういうと投資するお金がないっていう人がかなりいると思うんですよでもしえまあ多少のお金があったにしてもそのお金を投資してねそのお金をすり減らしてしまったらそれもそれで大変なわけですよで所得が増えるっていうこととその投資をしろっていうのは意味が全く違うからであの最近ちょっとこの話にあまりえまあ触れないというか <laughs> 触れられないんですけれども 明日は今日よりよくなりますって言うんですが明日は今日より良くならないことをしているわけですね。何かというと日本国民の、ね、過去最多の反対証明が出た54万室の反対証明が出たインボイス制度それをです、ね、10月1日に強行しているわけですよ。うん 日本国民がここまで反対しているものを全く無視しているわけですよね。で、実際にこのインボイス制度が始まって、えー、免税事業者って言われている1年間で売り上げが1000万円未満の方が、それまでの経済活動ができなくなったりとか、そ,それ以外にも日本国内でさまざまな社会混乱が生じさせているわけですよ。で、そういった時点で、何が明日は今日より良くなりますって意味がわからないじゃないですか。 で岸田というのはその経済政策以外もそうですよ、日本国民の声など全く聞きませんよ、だって、えー、岸田と、まあ、河野太郎かなあ、マイナ保険証を、まああねまあ、促進してるわけですけど、日本国民としては紙の保険証を継続して、えー、使いたいという、その国民の声を全く聞かないじゃないですか。 それで明日は今日より良くなりますってどこにも根拠がないですし、まあ、僕が思っていることがあって、リスナー様も同じことを思ってらっしゃると思いますがえ、岸田がですね、政権を維持、自民党が政権を維持し続ける限り、明日は今日より悪くなるんですよ。だから、明日は今日より良くなるのであれば、一刻も早い岸田の退陣とですね、自民党政権の交代が必要です。あの春までって言ってますが、本当にこの岸田が政権を維持し続ける限り、 日本国民にとってマイナスしかないと、まあ、そのように思います。まあ、今回はちょっとですね、ニュースの内容と、ちょっと前からこの言われている、このね、明日は今日より良くなりますというこの謎の発言、こちらについて思うことをお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はこだわります。失礼いたします。